グリム童話の一つ、マリー・エンキントとも呼ばれている。ある貧しい家庭に生まれた女の子は、その生活苦から3歳の時に、聖母マリアに引き取られ、天国で幸せな生活を送るようになった。女の子が14歳になったある日、マリアは旅に出るから、鍵束を預かってほしい。ただし、13番目の扉を開けてはならないと女の子に言いつけるが、女の子は、 周りの天使が止めるのを聞かず、一人になった隙に十三番目の扉を開ける。旅から戻ったマリアは、女の子が十三番目の扉を開けたことに気づくが、女の子は、開けていませんと、堅くなに言い張る。マリアは女の子に対して、言いつけを聞かなかったばかりか、嘘をついた、お前はもう天国にいる資格はないとして、女の子を口が聞けないようにして、抱えの荒野に落とす。 口も聞けず、身寄りもない女の子は、天国を思い出しながら、木のほらで泣き暮らす。しかし数年後、通りかかったその国の王子に拾われ、結婚することになる。お記載となった女の子は一年後、子供を儲ける。その晩、お記載のもとに、マリアが姿を現し、本当に、あの十三番目の扉を開けていないねと尋ねる。お記載は、またしても、開けていませんと嘘をつく。 マリアは罰として子供を天国に連れ去る。翌朝、子供がいないので王の相談役たちは王妃が子供を飲んでしまったのだと裁判を申し立てるが、妻を愛している王は応じない。また一年後、子供が生まれた晩にマリアが現れる。扉を開けていないねと尋ねられるが、またしても嘘をついたため、再度子供を連れ去られてしまう。相談役たちは王妃は人気だと言い立てるが、 王は耳を貸さない。しかしそのまた一年後、子供が生まれた晩に、マリアが現れる。マリアはこれまでに連れ去った二人を見せ、扉を開けたと正直に言えば、この子たちを返してあげようというが、お記載は、開けていませんと言い張ったため、三人目の子も連れ去られる。王妃は人食いだという噂が国中に広まり、いよいよかばいきれなくなった王は、お記載に真相を尋ねる。しかし、 お記載は、口が聞けないため何も語らない。お記載は、裁判にかけられ、家計に処されることに決まった。家計の炎が燃え上がった時、お記載は、せめて死ぬ前に、私が開けたと白状できたらどんなに嬉しいだろうと思うと、急に口が聞けるようになる。そして、私が十三番目の扉を開けましたと自白した、その時、一筋の光が差し、家計の炎が消えた。 マリアは、お記載に、罪を悔いて懺悔する者は誰でも許されると言って、子供を介した上、一生の幸せを授けた。ありがとうございます。